おはようございます。英文攻略 YouTuber の渡辺美塚です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2019年3月12日になりました。で、こちらの、都市タイムスというブログなんですけども、ちょっと見てみましたら嬉しくなるような記事を見つけまして、こちらなんですけども、チャールズさんの話題がね、2回続けて掲載されていたんですね。で、まあ、これはどういうことかなと思いつつ、まあ、気づいたら今日はっていうか昨日ですね、ちょっと珍しく仕事に空き時間ができたんで、まあ一応ね、社内翻訳者として勤めてますんで、で仕事の空き時間だったので、まあちょっと別口になるけど翻訳してるんだからいいだろうみたいな感じで、ちょっと翻訳というか、2つの記事を要約させていただきました。でそちらの方をちょっとシェアしていきたいと思います。でこの2つの、トピックなんですけれども、1つは、香港ブロックチェーンウィークで、カルダネーダのチャールズ・ホスキンソン氏が語った内容ですね。でもう一つがツイッター上に上げられたチャールズさんが上げた動画の話題なんですけども、こちらの方も興味深いものでしたので、両方要約してお伝えしたいと思います。では、最初のトピックなんですけども、こちらですね、香港ブロックチェーンウィークので、語られているチャールズさんの姿があります。でちょっと JP モーガンコインについてね、ちょっと辛辣な見解も述べられたようなんですけども、あと銀行口座を持たない人々に、まあ、いかにしてその、金融活動に参加していただくかっていう、まあ、そういう内容ですね。まあ、それを語っています。でもう一つなんですけど、もう一つはチャールズさんがちょっとまあ面白い動画をツイッター上に上げられてたっていうことで、まあ、このことにもうこれからね、カルダノウォレットが方向性としてはどうなのかということが、まあ、はっきりとね、どういうウォレットが出るということは語られていないけれども、ちょっとまあ興味をそそられる話題だなというふうに私も思いました。ということで、まあ、こちらの2つの方を攻略して、記事を攻略していきたいと思います。それでは1番目の記事なんですけども、見出しが JP モーガンコインと銀行口座を持たない人々の金融取引への参加について、チャールズ・ホスキンソン氏が語った見解と課題とはということです。香港ブロックチェーンウィークのパネリストとして、銀行口座を持たない人々が金融取引に参加することについて、多くの暗号通貨がその使命を果たしているが、カルダノほど熱意を持って取り組んでいるプロジェクトは少ない。アフリカでの暗号通貨関連の活動について、チャールズ・ホスキンソン氏は今年の終わりまでには25カ国を回る予定であり、実際に25カ国を訪問するという意欲的な目標はあるが、今後2、3年以内にアフリカ各国にオフィスを構えたいと思っているという。さらにそのプロセスについて、基本的に我々のしていることは PPPS、 これはどういうことかというと、公的機関と民間とで、公的事業とインフラを提供するにあたり、リスクリワードを折半する正式な取り決めということで、これもちょっと英語で定義があったんで、それをちょっと私が、まあ、直訳的に訳しました。PPPS という概念ですね。であり、人々を訓練し、公的機関と民間とでインフラを整え、私有財産、事業の登記から投票制度、サプライチェーンマネジメント、このサプライチェーンマネジメントというのは、供給連鎖管理とはということですね。供給連鎖管理という意味です。物流システムはある一つの企業の内部に限定することなく、複数の企業間で統合的な物流システムを構築し、経営の成果を高めるためのマネジメント手法ということですね。まあ、この、サプライチェーンマネジメントに至るまで、ブロックチェーン技術を用いて政府を近代化していくことですと語った。アフリカの国々では、政府高官と市民とが搾取の歴史を歩み、現実離れした公約にうんざりしているし、問題解決の方法を提示しても疑いの目を向けられることが多いという。 JP モーガンコインについて、司会者が JP モーガンコインの話題に触れたが、チャールズもこれに異論を唱える一人であった。JP モーガンについて、チャールズは、この業界についても業界の仕組みも何も分かっていない。こんなものは暗号通貨とは相入れないし、意味嫌うべき概念、コンセプトである、と見解を語った。これは単に、私たちが
自分たちがこの業界に存在し、奇想天外な上層部のファンタジーを正当化する概念実証、コンセプト、プルーフオフコンセプトですね、ちょっと書くの忘れちゃいました。プルーフオフコンセプトのことです。概念実証のための概念実証でしかない。銀行口座を持たない人々が金融取引に参加することに関する既存の規制と問題点についても語ったということですね。開発途上国の市民を既存の金融システムに組み込むに際し、開発途上国の市民を既存の金融システムに組み込む際の問題点について、チャールズが語る重要な指摘事項とは、パスポートも運転免許証もない人に KYC と AML を求めることはできないということである。金融業界の規制が厳しいと、そのような人々が身分を証明したり、自己の資金の流れを追跡したりする方法がない。私はこのような管轄区に入り込んで、完全に並行して進んでいるこの制度を良くしていける方法を見出さなければと思いますが、実際にはまだこのような人々が西洋社会と渡り歩くことができていないため、その国家を孤立させることにもなっています。これはチャールズさんが語ったことですね。ごめんなさい。新しい何十億もの人々を暗号通貨を使用することを通して金融制度に組み込んでいくことが現実的に可能となるその時までに、規制を緩めてそこに参加しやすいようにしておくことが望ましい。チャールズもカルダのチーム全体も暗号通貨部門の多くの人々とともに、何十億もの人々の金融情勢の見通しを改善することを望んでいる。香港ブロックチェーンウィークでのチャールズの見解は、チャールズがいかにこのことを真剣に考え、世界を正しい方向に動かすべくこの業務に取り組んでいるかを物語るものであるということですね。はい、ということで、ちょっとかなりね厳しいこともおっしゃってましたけど、チャールズさんとしては本当に現実世界に即したものを提供したいで、特にこれまで金融活動に参加できなかった人々の、お財布を潤すというかですね、そういう人たちも参加しやすい、そういう世界を目指しているっていうことが、この記事を通してもよく伝わります。では次の記事に移りましょう。チャールズ・ホスキンソン氏、タンジェム社の NFC 対応カード型カルダノウォレットをちらつかせるということです。最近チャールズ・ホスキンソン氏は何やら謎めいた動画をツイッターで披露した。サムスンギャラクシー S9 プラスの裏側から白いカードを軽くタップして、タンジェム社のアプリの中からカルダノウォレットを取り出すというものだ。さらにその動画には、あーやーと短いキャプションがついていた。ホスキンソン氏は以前からカルダノウォレットの製品化のことでタンジェム社と共同する動きを見せていた。ホスキンソン氏は IOHK の CEO であり、イーサリアムの共同創設者の一人としてもよく知られるが、これを見る限りではタンジェム社と共同し NFC 対応のカード型カルダノウォレットを市場に出そうとしているかのように見える。しかしこれは全くありえない話ではない。振り返れば2018年11月 YouTube の AMA で同氏は NFC 対応のタンジェム社のカードを披露していたのだ。なんといってもタンジェム社は従来の銀行カード型のスマート紙幣と呼ばれるものを製造するスイスの企業であるが、タンジェム社のカードはオフチェーンの物理的取引がオフチェーンでのですね物理的ちょっと途中で直しちゃいますね。オフチェーンでの物理的取引が可能であり、NFC 対応のスマートフォンで使えるよう設計されている。11月の AMA でホスキンソン氏は NFC 対応のスマートフォンなら、裏側をタップするだけでアプリが起動し、そこから暗号通貨を使用することができるのだと、そのやり方を披露していた。その時、カルダノでも同じようなカードが作れないかと、ホスキンソン氏はタンジェム社と交渉していると言っていた。さらに同氏はこのようなカードの主なメリットとして、1枚あたりの製造コストが1米ドルしかかからないこと、つまりこれを活用するにあたりコストが安く抑えられることを挙げていた。このようなカードは製造も活用も超低コストで済む可能性がある。チャールズのこのような計画が変更されたかどうかは明らかにされていないが、11月の AMA では別々の2つのカルダのカードからなるマルチシグシステムにして、それをユーザーに
発行するのもいいと語っている。一つのカードは復元カードにし、もう一つのカードは消費専用ウォレットにするという。そのようにして消費専用ウォレットにはユーザーが暗証コードを設定できるようにする。さらにセキュリティの強化についてホスキンソン氏は次のように語った。通貨を使いたいときは暗証コードを入力し、万が一消費専用ウォレットをなくしてしまった場合、復元版に切り替えればウォレットを安全な場所へしまっておくことができます。このほかホスキンソン氏はこのような NFC カードが低コストで済むというメリットを強調した。ストレートには言っていないが、製造コストを安く抑えれば世界中で NFC ウォレットを競争力のある価格で提供できるとも考えられる。例えば NFC ウォレットがこれほど簡単に使えて、しかも NFC 対応のスマートフォンがここ数年の間にどんどん普及してきたことを考えると、開発途上国が受けられる恩恵は大きい。その結果、暗号通貨の採用率も顕著に増大する可能性がある。ホスキンソン氏は間違いなくこのことに関する詳細をここ数日か数週間の間に明らかにするであろう。それにしてもこのようなカードが暗号通貨の採用率を押し上げる可能性がとてつもなく大きいことについて興味をそそられることは否めないというふうに、この記事では言っています。ということで、2つ続けてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。いずれにしてもチャールズさんが常にね、これまで、金融取引であるとか経済活動に参加できなかった人々を常に念頭に置いていらっしゃるということが伝わってきたこの2つの記事でありました。それでは、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。